はい、引き続きまだ撮っております。まだ引き続き撮っております。こういう言い方をするとなら1日に全部あげるとかって思われてしまうかもしれないけども、この焼きつくはあくまでもね、あの長いシリーズのね、シェンムーとかやってるあの長いシリーズの箸休め的というか、あの上げられなかった時にね、あのごまかすためにストップとして取っとこうかなっていう感じでね、個人的に楽しむ、自分で楽しむところをメインにしてやっていきたい、うん、動画なんでね、うん、そんなにそのなんだろうな、あんまりがっつりとはね、がっつりとこれをコンテンツとして見せていこうというほどのプレイはできんかもしれない。もう個人的にただこの箸休めという息抜きにやってる 感が強いね。息抜きにやってるのを、まあ、好きな人が見てくれたら嬉しいなという感じですね。野球好きな人がね、野球が好きな人、広島カープファームとかもぜひとも参考にしていただいてね。参考にならんわ、こんなもん。も昔の選手いるからね、新井とかもいるからね、23歳の新井がいるからね。ね、新井がまだ現役ですよって話ですわ。うん、黒田なんかもう引退したからね、さすがにね。去年引退かな、うん、おととしか。あれ、おととし引退だよな。前田と、前田と黒田が抜けて、それでも優勝したのが去年の代表ね。うん、うん、違う、黒田去年だよ。去年引退だよね。そうだ、日ハムと戦って勝てなかったんだよな、確かな。よし、まあ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 いいでしょう、まあいいでしょう。具体的にどこを取っていることはない。バッと進めていきますよ。基本的にあの一試合一試合を見ていくようなゲームではございません、焼きつくはね。毎週シーズンをね、徐々に徐々に戦っていく中で、選手を育成するのがメインであって、あ、ちゃんと観客1万5000人入ってるね。試合開始、結果を見る。広い気が抑えとしてセーブ上げてるな。うん、2170万円も入った。悪くねえぞ。悪くない、収益を上げてる。今の、そうだな。飛ばすのちょっと悪いな。よくねえな。動画的に。動画的にやっぱり、飛ばしちゃうと話すところがなくなっちゃうか。セーブして終わりなさいよーって言ってますね。まあ、一応グラウンドだけ見ておきましょう。そんなに一周とか1年とかが長いゲームじゃないんでね、多分やりだしたらサクッと、おそらく数時間で終わるんじゃないかなと思いますけど、数時間で終わるんじゃないかな。特に変わりはねえな、やっぱな。1ヶ月この感じの練習させ続けて、やっとなんか変化が、ちゃんと休ませてくれてるのよ、ありがたいね。これがもうちょっとな、A のとこがちらほら見たらすごいんだけどな。怪しいキャッチャーフライをヒットにしてたシーンがね、オリックス戦だったからね、最初のオリックス。うるそうもな。球威練習しない方がいいかもしれない。小山田、菊池、ひどいき、トワベチ。トワベチ抑えちょっとおかしいな。ちょっとトワベチ抑えが気になる。でこのチームの抑えは小林寛永なんでね。まあ、とりあえずお任せにして。だかな、小林寛永なんだけど、両方だな。玉木も中継ぎで、一人だけ、小林寛永一人だけのサインにして、まあ、あとは臨機応変に回していくって感じでいいんじゃないかなと。よし、あれ、菊池か。こいつ中継ぎの方がいいな。左3枚にして、いやでもそうそう、左ピッチャー2人しかいないか。横山もいいんだけどな。
まあ、ここは一覧のようにしますか。首脳会議、首脳会議、勇気を調子を落としている。作りをぼちぼち、平均じゃないけどな。隣の作業、まだ、あ、まだ、あ、今俺バントというバントのつもりで選球眼のこと見てた。進める。まあ一応動画なんでね、見どころなしでパンパン飛ばしていくのを見せていって面白いかどうか分かんないんでね、そこはあの一応一応試合をスキップせずに見ていきましょうか。まあ全部は指示と勝てないけどね。観客数が 14,020 人なんですね。ちょっと2000万円で設定してるんだけど、チケットをちょっと上げようかと思ったけど、阪神戦の様子を見て1億4000万円ちょっと気になるな。あ、まあ上げていくのはちょっと良くないかもしれない。いやーすごいな、国防とか城島とか秋葉もいるね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そうそう、食べてオープン戦の模様をお送りします。オープン戦の模様、良い試合を期待しましょう。まもなく試合開始です。まもなく、はい、これで見ていい。これで村松がいる。悪くない。ロナウド二塁三塁でロペス、これ言って大きいよ、センター前大きいよ。いや強いね、勝った。これもこれも勝ちですわ。強いんじゃないか広島が。三振、井口、アウトだ。あ、そうか、いい方法があった。もう衰えの見え始めてる選手は常に休ませて、オープン戦の時は若手を育成するっていう方法があったんですよな。だから黒田とかあたりを先発させずに、全部ミンチーあたりにね、あのオープン戦の先発を任せるっていう風な、そういう風な濃すい育成方法があったような気がするな、今思いました。うん、普通に良いぞ。あ、作戦は全部達川に任せてるか、達川監督に任せてるね。盗塁とかはまあ盗塁とかランナーの交代とか代打とかはこちらで指示しなくても勝手にやってくれます、基本的に。だから尾形が出塁したからといって走らせるか走らせないかはまあ達川次第だな、達川監督次第だな。内野安打。柴原、村松、渋いな、大英ホークスって感じ。吉永いないのか、吉永。その昔ね、あ、まあその昔っていうか、なんじゃっていうね、野球の板がありましてね、そこにあの町田うさぎっていうね、固定ハンドルネームの固定ハンの人がいて、その人は俺の容姿は吉永に似てるってずっと言ってはばかる。吉永に似てるね、まあ、もう今の人だと吉永って言われても分かんないんだろうけどね、かなり大柄なね、大柄なキャッチャーで、キャッチャーはしなくても DH 戦のね、非常に大柄な選手でしたね。メガネかけてて、ね、風貌がなかなか。吉田がいるはずだけどね、ホークス。DH、広島カープがホームでの試合なので、DH 制が入ってたのね。多分吉田がいると思うけどね。いるよね、ちょっと待って。いるね、ファースト吉永いるね。うん
雑談、雑談でもないな、自分でただ調べるだけだな、調べて自分で気になったことを調べるだけだな。オープン戦の結果も知りたいな、あのトータルでの、オープン戦期間での打率とかも知りたいな、それによって選手のあれ決めるから、ダスダさん決めるから。クラノでもこの辺だから、そのさっきあのオリックスと対決してイチローとか言ってたけどさ、イチローはもう多分もう見ることないんだろうね、おそらく今シーズン、このゲーム実況プレイの中でもうイチローを見ることはないはず。あの交流戦とかがない時代なんで、オープン戦でパリーグと試合するっていう時以外ではもうあと日本シリーズで顔を合わせるしかないから、こっちの広島カープが優勝してオリックスが優勝しない限りは勝ち、イチローに再び会うことはできないっていうことですね。だからこのホークスとの対戦もおそらくこれが最後だね。吉田出てた？あ、出てないの？松中だな、やっぱり。ダイナモのニフェスだな。進める。黒田が投げて、小林寛永が抑えと。悪くない展開。1974万円ゲット。額がでかいよな、額が。気が大きくなる、額。気持ちが大きくなる。ちょっと例えば、そうだな、トレードができるんでね、まだトレードするってことは何も考えてないですけど、多分吉田がいると思う。ほら、いた、1億円高っ高っ。吉田が取るなら国防取るわ。国防尾形で取れるんだ。いや、これは損だな。城島はちょっと虫が良すぎる。取れるの城島。いやー、いらんか。うちのチームでダブついてるポジションってピッチャーぐらいのもんだよな。たくさん人いても4000万円しかいないしな。最高で4000万だぞ。欲しいのはキャッチャーかな。野口とか。野口はいいけど打力がひどい。ある程度打力なる、ある程度打力なるキャッチャー、里崎、マリーン、里崎いいねな。橋本とか清水とかの時代だ。お橋本とかそういう時代だ。伊藤勤監督すごい、年俸1億8000万円。エースターズが谷繁を呼びよう、呼べないな。1億4000万円の選手を呼べないな。ドラゴン弱体化させるために中村武史を、いや、中村武史も年俸すごいな。ショーケースが大損ですよ。年だからか。いらないか。うちのチームの穴はサードとキャッチャー。サード。若くて優秀なサード。岩村とか取れたら、あの即戦。サードオリジナル選手言ってるしな。したら考えたらショートかな。宮本とかいたら違うかな。宮本とかいたら、宮本取るなら小坂取りたいわ。小坂取りたいです。小坂すごいからね。小坂はすごいからね。守備は小坂を東出とディアスで虫がいいな。ピッチャーでミンチーで取れんか。小坂を横山で
あー、横山ならええんか。まあ、横山の代役を友達に任せれば、横山の代役を長谷川あたりに任せればなんとかなるかもしれんな。相手次第ではまとまると。あと一人外野手一人欲しいな。外野サブロー、サブローとディアス、ディアス、あーきついか。に野々垣もつける。に野々垣もつける。どうだ、いいトレードかな。サブロはセカンドと外野ができるから。あ、でも打力低すぎるな。この選手おってもお荷物だわ正直。クラが来てくれたらロペスを外せるな。これどうだ、BC のロペスと BC のサブ福浦と、これがいいよね。これが、ここがいい。立川がいい。立川だと気がする。キャッチャーの田村がいらない。あともう一人なんかつけよう。誰かつけよう。野々垣。ちょっと弱いか。これでいこう。これで一応トレードしてみよう。小坂と立川来たらだいぶ違う。よし、横山というね、うちの期待のピッチャーを捨てることによって、出すことによって、小坂を取れたら東出をダイソー要員まで送り込める。ダイソー要員にするまである。いや、ちょっとね、ぶちゃぶちゃ、ごちゃごちゃやってたね。そのロッテとの今日は試合ですね。はい。小林正彦、小林正が先発やってますね。後に抑えとしてね、球史に残るピッチャーになるんですけど、まあ、この頃は先発ですね。一番バッター、向こうの一番バッターを引き抜くっつうんだろう。皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。マリーンズ対カープ。本日は、実況朝岡聡でお送りいたします。実況朝岡聡。まもなく試合開始です。ほい。ああ、忘れてた。全部先発、こう、その、オープン戦の間は全部先発、ミンチやらにしてやろうと思ったのに、すっかり忘れた。犠牲フライ7つ。ランナーノーアウトでランナー3塁なんだから犠牲ぐらいの1本でも打ってくれれば1点入る場面。おお、ナイス。ロペスがセンター前ヒットを打ちました。で、金本が、まあ、ショートに打つけれども、ショート封殺、セカンド封殺ですね。ランナー2塁封殺って言った方がいいか。確か5番打ってるもんね。相当期待されてるね、ロッテの中では。ちょっとこれは取れんかもしれんね、正直なところ。お、ホームで刺した。いいよ。あ、そうだ、これ山内っていうのはね、あのね、山内っていうのは UFO 投法というね、あの変わった投げ方をしているのが有名で、あのそれで名を馳せたピッチャーなんですけどね。その UFO 投法もなんとこの野球つくでは再現されております。ちょっとこれご覧にいただきたい。ご覧になっていただきたいかな。おお、そうやねんよ。ランナー出たら変わった気がするからね。ランナー出たらうち、見とってよ。ちょっと見とってよ。
UFO ね。UFO 投法ってのね、これ。わかりにくいかもしれない。あのピンクレードの UFO のポーズに似てるってことが UFO 投法って言われて、これこれ。実際はこう、手をこうね、こうしてこうする。この投げるときに右肘を上に上げて、左肘を下げてね、こういうふうにグラブを投げるときにこう、グラブでボールを隠して投げる。こんなフォームなんですね。まあいいか。いいか、その説明。伝わんないか。打たれた。キャッチ、ナイスキャッチ。しかし間に合わない。まさかは俊足。基本的に何度動かしませんね、向こうの監督も。小坂ではもう取りさせても普通に B パスだと思うけど。レッツゴーボーリック。ボーリック。両打ちのボーリック。うわぁ、ライト。ライトは金本か。でこうやって結果だけ見るにしなかった場合は、それなりに時間かかりますね。やっぱり。5分ぐらいはかかってるのかな、あれだな、もしもやっぱその動画を動画にしていく中で全部の試合をこっち開いての早送りで倍速で見せていこうかなと思ったけど、それはやはりやめにしよう。全部これやってたら144試合ぐらいあるはずで、144試合の頃だと思う。全部やるとしたら51が5、54、20、700分ぐらいかかっちゃう。5分だったらね、1回5分だった。え、ほんまに 144×5、 え、700分とかね、6時間12時間、18時間ぐらい、12から18時間ぐらいかかっちゃう、多分。144試合全部こうやって早送りにする。5分以上かかってるよな、多分な。なんで、まあその動画の最後の締めをね、この早送りのやつで締めようかな。それすら中だるみしそうな気がする。バント成功。小坂がヒット出て3対4勝ち越されてしまいました。小坂いいな。瀬戸が、ちょっと待って、バント成功してるな。バント成功ってか、セーフティーバントになってる。バント盗塁した。ひどい攻撃をしてるな今広島カープ。センターフライ。動かなければ多分1点入ってたな。もうヒット10本、こちらどっちかってるもの。キャッチャーがいまいち、瀬戸がいまいち。シーズン中に育ち切るといいんだけど。でも打線はいいよね。3番ロペス、4番金本、5番ディアスに至るまで長打がありつつ足もあるという感じで、まあ、特にロペスあたりがいいね。コースどり打ってくる。長打があってこうなるかも。こういう選手を打線の核に置いておく、まあ、この際足はそんなに関係ないな。島が倒れて東で倒れると。さあ最終回、9回、マウンドには玉木。抑えるロードっていうのもあったんですけど、今現在初芝が入ってますね。ピンチヒッター初芝。もう84ピンチヒッターっていう時代なんだな。サードはボーリックか。サードボーリック、そうかそうか。DH があったら多分、でもボーリックの方が初芝より守備がうまいっていう判断だな。なんだな、コンピューターの中で。まあ現役時代の初芝はかなり守備が悪かったけど、ちょっと待って、いい。せっかくだから勝ちに行こう。尾形盗塁。これはいける。せえ、早い。清水正海の肩が強い。そう簡単にはいかんよって感じだね。
で、バント、バントです。まあね、日本一決定になる瞬間の試合とかさ、あとはそのオープス、あ、オープスじゃない、日本シリーズとかは全試合中継にしたいね。全試合中継っつうの、スキップなしでね、もう酒でも飲みながら、酒でも飲みながら、うだうだ言いながら実況したいね。そういうのもいいんじゃないでしょうか。この瞬間はもうリアルのプロ野球と 何一つ変わらないプロ野球がここにあるからね。自分じゃどうすることもいいね。プレイヤーに任せるしか、見てるしかないって。おいおい、なんで戻った。今の守備はいただけないぞ。金本決めてくれ、ホームランで。カットっぱせ。そうか、本当に野球ファンの人って結構選手ごとの応援歌とか覚えてるもんで、金本とか多分広島時代も阪神時代も応援歌があって、それ言えたりするんだろうけど、そこまでじゃねえんだよな、あれな。そこができないから、まあにわかなんだろうなと思うけど、高橋真嗣の応援歌しかいない。高橋真嗣じゃねえよ、大野、日ハムの大野の応援歌しかいない。タラララララララってやつ、夢見た、夢見たその場所へ、あ、うろ覚え、あ、さよなら。いやー、なんか劇的な試合が多いね。ディアス、ディアスいい選手だ。いやー、いいね。まあ結果はいいか。誰が何本ヒット打ったとか、まあ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 まだ関係ないもんね。まだオープン戦だからね。誰が何本打ったとか、これでまあオーダー変えるとかそこまではない。うん。オッケーオッケー。以上ふるさとスポーツでした。一曲ね。これは優勝したりしたら放送局も変わってきてね。変わってきたりします。それで放映権利の高いテレビ局に売り込んだりすることもできるようになると。一試合あたり1000万とか2000万とかの放映権料の高いところにすると資金の資金繰りが楽になるってことね。ミンチ痩せましたと言いましょう。ミンチを基本的にオープン戦には投げさせていく。まあ飛び越したとか言われてるしね。もっと飛び越した選手いないかな。ミンチが最年長か。山内、うん、山内は回復力 D なんでね、あんまりバンバン投げさせるのはない。このミルでもってパート4はね、ここまでにしておきましょう。選手の成長ぶりを、横山あれだな、当然出すのに怪我したらおしまいだから、ちょっと弱みのトレーニングした方がいいかもしれないな。順調に育ってるね。守備がな、もうちょっと良くなってくるといいんだけど。いや、守備しかしてないわけで、結構バッター撃で貢献してる。うん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 。新井さん全然座ってないね。こっちはいいよ。あれ選挙官 D じゃなかった、ここ C だったっけ。いいよいいよね、いいよね、近田選手よかったが、まあ、一応育ってるね。最後いい感じ。日野拓也の選球眼 D は変わらなかった気がするけど、よし、じゃあもうここまでにしましょう。セーブしてもらいましょう。セーブ、あーもう今29分とかになっちゃってる。20分で収めたいね。あんま長いとちょっとよくねえな。ということで、今回はここまでにしましょう。
随分ぶっ通してやってしまったんでね、うん、やっても楽しいは楽しいんだな。まだオープン戦だからね、公式戦始まったらまた一人違ったデータを見ながらね、ああだこうだ言うと思います。それでは今回はここまで、パート4でした。またね、撮ったらね、撮ったらあげな感じで CM とかのね、動画のね、合間合間にちょっと挟みながら、楽しんでいけたらいいなと思います。なんとかね、広島カープが優勝する頃にはこちらのチームも優勝するのとこういい感じで、タイミング合わせられたらいいねという感じで、ここにはここまででした。引き続き実況パート5もまた見てねということで、ほなまた。